こんにちは、鷲津理子です。今日はここ天野海藻店に一日入社することになりました。皆さんと一緒に天野海藻店の魅力を肌で感じてみようと思います。ところで皆さん、総合物流会社って聞いたことありますか？天野海藻店は総合物流会社っていうカテゴリーに入る会社なんですけど、正直私もよくわかりません。早速先輩社員に聞いてみましょうね。望月さん、こんにちは。こんにちは、ようこそ天野海藻店へ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なのですが、望月先輩、総合物流会社って何ですか？はい、分かりやすく説明しますね。鷲津さんは海外旅行に行った経験がありますか？はい、大好きです。海外に行くときはチケットを手配したりホテルを手配したりしますよね。空港に着いたら搭乗手続きをして出国手続きをします。到着すれば入国審査や税関申告をしたりもしますね。でもそれは人間だからできること。海外に送る荷物は人間ではないので自分ではそんなことできません。総合物流会社は荷物がお客様の望む世界のあらゆる場所へ正確に届けるための仕分けをしたり、税関手続きをしたり、飛行機や船、トラックなどを手配したりするのが仕事なんです。なるほど、輸出入のコンシェルジュって感じですね。そうですね、業務遂行には様々な職種があり協力しながら行っているんですよ。鷲津さん、では早速いろんな仕事を見たり体験しに行きましょう。先輩、よろしくお願いします。はい、ここが本社オフィスです。ここでは輸出入に関わる様々な業務が行われています。船積み書類の作成や通関手続き、海上保険の付保など輸出入に関するあらゆる業務をお客様に提供するのが事務職の仕事です。またこの事務所には国家資格である通関士を取得した社員も働いています。通関士の仕事は貨物の輸出や輸入に関する必要な書類の作成や手続きを代行することです。通関士として働くには専門的な知識や語学を身につけるだけでなく、年に1回行われる通関士試験に合格して資格を取得します。天野海藻店では通関士試験の合格を全面的にバックアップする講習会を就業時間内で行っております。就業時間内にですか？社員に優しい制度ですね。はい、また広域職を選択した方には海外勤務の可能性もあります。天野海藻店ではご覧の拠点に社員を駐在させています。今日は上海の市川さんとリモートでつながっているんですって。市川さん、こんにちは。你好、上海駐在の市川です。ここ上海事務所は市内のほぼ中心に位置しており、高層ビルも多く立ち並んでいます。地下鉄の駅は目の前、アクセスも最高です。では早速オフィスへ行ってみましょう。ここが上海事務所です。海外の同僚たちと和気あいあいとした雰囲気の中仕事をしています。ここは国際都市上海、海外で活躍する方々と出会う機会がたくさんあります。世界中の企業が集まるこの舞台で仕事をしてみませんか？お待ちしてます。上海からは以上です。ありがとうございました。さあ、それでは実際の輸出入を行っている現場に行ってみましょう。はい、ここは新興津国際物流センターです。ここでは輸出入を支える現場のスペシャリストたちが国際貿易の最前線で働いていますよ。わあ、すごい。この荷物が世界中に運ばれていくってことですよね。ということは世界の人々の役に立つ仕事ってことですよね。そうです、世界各国から届く荷物や世界の人々に届ける荷物を管理運搬する仕事です。最近では女性も積極的に働く職場となっており、多くの先輩が働いていますよ。わあ、かっこいい。ちょっとフォークリフトに乗ってみましょうか。いいんですか？実際にはきちんと免許を取得してから運転していただきますが、その免許取得も天野海藻店が全面的にバックアップしています。じゃーん、着替えちゃいました。これを女性が運転できるなんてすごいですね。乗ってもいいですか？どうぞ。
わあ、高い。ああ、やっぱり天野海藻店は社員に優しいな。そうですよ。社長。社員こそが天野海藻店の財産ですからね。天野海藻店は西暦1800年の創業以来、揺るぎない堅実経営と柔軟な対応力を両立させながら幾多の困難を乗り越えてまいりました。自社製品のない私たちにとって一番の強みは1300社を超えるお客様との信頼関係、それを支えているのは人材、つまり社員なんです。当社では自己研修プログラムとして研修や勉強会の実施、また資格取得のためのバックアップを積極的に行い、さらにワークライフバランスを大切にした職場づくりに力を入れています。そして何よりの自慢は風通しの良い自由な社風です。お客様の喜びを自分の喜びに変えられるサービス精神旺盛な人、チームワークを大切にする人、協調性のある人、物流のスペシャリストとして世界を舞台に働けませんか。物流の新しい価値、天野海藻店の未来を創造する仲間を待っています。山田社長、望月さん、今日はありがとうございました。自分の仕事が世界中の皆さんの役に立つのだってこと、すごくよく分かりました。やりがいのある仕事だと思います。そうですね。この動画を見てくださっている皆さん、もし天野海藻店に入社したなら、どんどん先輩に質問してくださいね。優しい先輩方ばかりですよ。あ、社長も。あなたも一緒に天野海藻店で世界が舞台の仕事をしないか。